はい、山田です。ですね、ユニークラインが出たってことなんで、ベーシックラインとの性能比較のバトル行ってみたいと思います。レオンシリーズですね。レオンクローとレオンクレスト、同じ、まあ、ライオンモチーフなんですけども、どっちが強いのかなっていうので、バトルしてみたいと思います。で、ですね、時給的にはレオンクレストの方が有利なんで、レオンクレスト先打ちでいきます。はい、それではバトルの方行ってみましょう。3, 2, 1, ゴーシュ。レオンクローにワポイント。あ、これ先打ちしなくてもいいかな。3, 2, 1、ゴーシュ。ゴーシュ。フィニッシュ。レオンクレストにワンポイント。耐えましたね。3, 2, 1、おーし、おーし、オーバーフィニッシュ。レオンクレストに3ポイント。3, 2, 1、おーし、おーし。フィニッシュ。レオンクローに3ポイント並びましたね。結構いい勝負してますね。3, 2, 1、ゴーシュ、ゴーシュ。ラストフィニッシュってことで、第1セットはレオンクローの勝利ですね。じゃあ続いて第2セットいきましょうか。ドル中でもいいのかな。いや、ポイントがちょっと時給ないんで、ちょっと勘弁してください。3, 2, 1、ゴーシュ、ゴーシュ。フィニッシュ。レオンクレストにワンポイント。3, 2, 1、ゴーシュ、ゴーシュ。フィニッシュ。レオンクローにワンポイント。今のはポイントが発動しなかったですね。3, 2, 1、おーし、おーし。フィニッシュ。レオンクローに2ポイント。あれ、なんか時給負けしてんな。じゃあちょっと次レオンクロー外側に落としますね。3, 2, 1、ゴーシュ、
よし。エクストリームフィニッシュってことなんで、第2セットはレオンクレストの勝利、1対1です。3、2、1、ゴーシュ、ゴーシュ、オーバーフィニッシュ、レオンクレストに2ポイント。いやー激しいっすね今のは。腰飛んできましたよ、危ない危ない。3、2、1、ゴーシュ、ゴーシュ、スピンフィニッシュ、レオンクレストに3ポイント、リーチ入りましたね。3、2、1、ゴーシュ、ゴーシュ、バックエクストリームフィニッシュ決まった。すいません、自爆入れてるんですけど、ちょっと最後なんでちゃんとやらさせてください。ノーカン。3、2、1、ゴーシュ、ゴーシュ、カウンター入ったな、これはもらったでしょ。スピンフィニッシュ、レオンクレストに4ポイントということで、1対2でレオンクレストの勝利ですね。おめでとうございました。レオンクローね、攻撃結構入ってたんですけど、なんか最後のセット、レオンクレストの方もカウンターを入れてるところがあったんで、まあ、このギアニードルね、仕事してたかなって思いました。まあ、あとはこの分厚い壁ね、まあ結構な防御力を見せてくれました。というわけで今回の動画はここまで。バイバイ。